ついに車を買ってしまいました会社が。はい、というわけで今回あのですね、会社がなんか新しい車を導入したっていうことなんですけど、こちらになります。そうでございます、今巷で盛り上がってるグランエースでございます。はい、でかい。そして今回これ会社の車ってことなんで、まあ、もちろんいろいろいじくり回したり乗ったりしても OK なんで、ちょっといろいろ乗ったりいじくり回したりしてみたいと思います。ちょっと外観見てみましょう。はい、これモーターショーで本当は全部見たかったんですけど、救急車これ向かいが来たかな。いや救急車入るとめっちゃ安っぽくなっちゃうんですよ。そうだね。でモーターショーで本当は全部見たかったんですけど、モーターショーの動画を見てくださった方だとご存知だと思うんですけど、とにかくすごい人だかりで全然見えなかったんですよ。で今回僕ちょっと改めて見ます。はい、そしてでかい。なんか海外のハイエースかなんかベースにしてるみたいで、次期ハイエースもこうやってボンネットが出る形になるみたいです。でサイズ的にはハイエースのワイドかながベースになってるみたいなんで、まあ、とにかくでかい。はい、まあ、つい先日 V クラスをお伝えしたんですけど、 V クラスよりも全然でかい。はい、とてつもないサイズ感です。これ2メーター超えてんじゃないかな、超えてないか190ぐらい。超えてそうっすよね。超えてそうですね。ちょっとスペック入れときます。はい、もうとにかくでかい、上も横も。はい、でなんかこうシルエット的なのとか、この辺はちょっとなんかハイエースらしさをちょっと残してますね。で特に会社の人間みんな不評だったのはハイエースじゃんっていう。はい、取ってちょっとねこれね、ちょっと後で中開けますけど、これちょっとこうもうちょっとなんとかなんなかったのかなっていうのがちょっと正直ポイントですね。はい、でホイールが噂通り6欠。はい、でしかも LT タイヤかなんかじゃなかったっけな。そうですね、ライトトラックタイヤ。はい、荷重指数かなんかあるタイヤですよね。はい、まあちょっとこの辺はまあ、どうなんだろうなっていう。まあもちろんうちこれ今回送迎用に会社購入したんで、まあ、カスタマイズっていうのはおそらくしないんじゃないかなと。するの？するしかないですまあするとなるとちょっとこの辺がまあちょっと保安基準的にネックになってくるかなっていう感じします。多分貨物かなんかのタイヤでもう設計されてるんで、それ例えば大きいインチにしちゃったりするとタイヤがなくなっちゃうんで、まあちょっとその辺どうなのかなっていうところです。はい、でずっと来て後ろもでかい。はい、後ろ特にもうまんまハイエースだね。はい、はい、昔あったなんだっけな、ハイエースのちょっと豪華なやつがあったんだよ。ボンネットが出てってる、グランエースじゃなくてなんつったっけな、なんかあったんだよそれっぽい。なんかもう普通のハイエースはここだけだけど、こっちもちゃんとテールランプついてて、ガーニッシュもついててっていう、なんだっけな忘れちゃったな。超真四角あったんです。はい、そうだね、もうなんかバンすごいでっかいなこれ。まあ外はねちょっとこういろいろ飾ってあるけど、にじみ出るハイエース感。はい、いやでもこのでかさはちょっと威圧感もあっていい感じじゃないでしょうか。特にフェイスなんかは多分相当作り直してあるっていうか、多分ハイエースらしさ消すためにいろいろ多分やってあるんだと思うんですよね。ライトなんかもう本当にシュッとしたデザインになって、グリルももうこの押し出し感の強いグリル。で特にバンパーがやっぱりハイエースとかと違ってこう一体でこうスタイリッシュなバンパーになってるんで、まあ、前回りは本当にハイエースらしさ消えてますよね。はあ、まあ、横と後ろがちょっとハイエース感残っちゃってるかな、はい、特に取っ手とでミラーがでかい、とてつもなくでかい、なんかアメ車っぽいこの縦に長いでっかいミラーで、なんか天井にもなんかいろいろついてますけど、ちょっとよくわかりません。何ですかあれは、アンテナとなんかレーダー的なもの。でウォッシャーがついてんのこれ、どうなんすかね。どうなんだろうね、ちょっと後で見てみましょう。外観はこんな感じですかね。で今回この黒、これメタリックなの、ソリッド、ソリッドの黒か。なんかそのうちこの辺とか塗られちゃいそうな気がします、ボンドグループ。はい、すごい。であとは中ですよ、中。はい、肝心なのは中でございます。ちょっとそしたら後ろから先にちょっと見てみたいと思います。いいですか。はい、いきますよ。じゃじゃーん、このピーっていう音がハイエースだね。確かに開き方もハイエースでございます。すげー、中めちゃくちゃ豪華でございます。すごいねこれ、6人乗り。はい、でシートもこのオットマンのついてる
わわわわわわ、ド新車じゃんっていうか思ったんですけど、これ中の匂いがハイエースです。確かにうち営業車でハイエースもあるんですけど、乗った匂いが一緒ですね。これ、アルファードの匂いしないですよね。あ、そうだね、そうだね、アルファードの匂いじゃなくて営業車の匂いですね。プロボックスとか、はい、ハイエースの匂いがします。でただやっぱりなんかちょっとこの辺はプラスチックで、押収車とか見ちゃってると正直こう少しこの中もチープな感じが。られてないですか。そうだね、こういうとことかね。まあでもトヨタが作ってますから、はい、多分一流なところもあるでしょう。はい、ちょっと乗ってみていいですか。お前が動かしたとこやれてやらんで靴脱ぎます。一応、はい、こっち座るかな。え、椅子いいよこれ、シートめちゃくちゃいいです。オットマンと電動リクライニングと軍足、はい、いつも通り軍足です。そのうち怒られそうだな。でシートはなんかエグゼクティブラウンジの方がいいシートなの。なんか会社の人が言ってたんですけど、エグゼクティブラウンジについてるシートの方がいいやつだよなんて。ただ僕的には全然十分です。アームレストもついてて、これギュイッ、ああなる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 、飛行機のシートみたいにちゃんと両サイドがグイッて出るっすね。これ寝られますでこの辺バニティミラーもついて、はい、この辺じゃあ GoPro の方差し込んでみましょう。そしてね中もねめちゃくちゃ広い、すげえ広い。でフリップダウンがついて、テーブルとかこれついてないのかな、オプションかな、あるんですか。いやわかんないけど、ウッドがなんか何なんだろうこれ、謎のウッドが。でもね全然広い、すごい広い。でエアコンももちろんリア別になってて、あれもしかしてルームランプとかってこれ LED になってんの？ぽいっすね。そして後ろも同じシートが、これすごいね。でドリンクホルダーとこのテーブルが、ちっちゃいテーブルが、いいよ。なんかでもなんかねフィッティングがでかいっすよね。そうだね、あそうそうそう、シートもちょっとこれ今回外してないですけど、このステッチの入ったティルティングの入った加工された、まあまあ質感はいいですね。ファーストクラスというよりかは新幹線のグランクラスみたいな、うん、あーって言ってるけど俺両方のとも乗ったことないけど、グランクラスでもないこの間鉄道博物館行って見てきたの、そんな感じがする。なんか税の限りを尽くしたというよりかはなんかすごく快適を狙ったちょっと日本らしい感じで、うん、なんか余計なとこはお金かけないでちゃんと快適さの部分にはしっかりやってるって感じの。へえすごい、あこれシートヒーターもついてんだ、しかも、全然いいじゃん。ベンチレーターはついてない、ベンチはついてないんじゃないかな。あごめんごめん、エグゼクティブラウンジの方がいいじゃないですか。あだからエグゼクティブラウンジの方がいいシートだよって言うんですよ。で、あ、すげえスライドするねこれ。うわ、あ、めっちゃ前行くよこれ。残念ながらこれ僕の車だったら最高だったのになこれ。会社のなんです。すげえ後ろもいいよこれ。あ、全く同じ椅子なんだねこれ、前と後ろ。あ、でこれちゃんと倒せるんだ。はあ。わ、一緒だ一緒一緒一緒、リクライニングとオットマンがついてる。あ、ちっちゃいドリンクホルダーついてますね、ここ。え、これもしかしてこの椅子取れるんかな、バコンって。4人乗りとかでもいいわけ。でもさすがに6人乗っちゃうとこれ荷物詰めないですね。あ、うん、だから荷物なしで6人がめちゃくちゃ快適に移動する乗り物っていう。ちゃんとなんかこの辺にもエアコンのスポットとかついてて、あ、ここもバニティついてるんだ。じゃあ全く同じなんですね。そうだねそうだね。すごいすごいぞこれは。なんかちょっとこの間紹介した V クラスとか例えば S クラスみたいな
高級ではない、うん、まあ、それは当然ですよねまあそれは当たり前なの、何を求めてんだお前はって話になっちゃうけど、ただやっぱりこうトヨタらしい6人が快適に移動できる車になってる気がします。すごい、とにかく広い、なんか全然ね圧迫感ない。そしてじゃあちょっと前も見てみますか。福島さんが言ってた、うん、あれが高いってのは何でしたっけ。あのね、なんだっけな、ハイエースかなんか別にしてるからね、ものすごく高いんだよね床が。あ、すごい高い、だってここだよ、うん、ただ上もね結構あるからね。あーでもね、どっちかっていうと、まあ、天井的にはやっぱりね乗用車に近いかもしれない、室内空間は。ただもう全然もっと広く感じる、横も広いし、この辺の空間もすごく広いから。ただ床高いね、確かにアルファードなんかより全然高いでしょこれ。高いです、高いです、そしてね眺めがめちゃくちゃいい、高床式って感じこれホンダはこう床を低くするけど、これねすげえ眺めいいよ、いい車、これいいわ、すごい。ちょっとじゃあ前も見てみますか。吉田さん運転席行ってもらって。ああ運転席行く。よいしょ。シートめっちゃ汚れそうだなこれ。しかも合皮だねこれ、よく見たら。革の匂いがしないからハイエースっぽいんですかね。ああそうかもしんないね。シートこれ本革じゃねえなこれ。でもなんかちゃんとステッチとかも入ってて。よいしょ。ハイエースです。いやでもなんかこの辺とかはアルベル。でもこの辺のなんかこうプラスチックな感じとか、あとさっきびっくりしたのはこれ見て、これこれこれね、ステッチ入ってるけどね、プラスチックっていう、ステッチ風プラスチックっていう。でもこっちはなんかその合皮が貼ってあるんだよね、ちゃんと。なんかこういうのって、うん、もうちょっと柔らかい合皮だったら前まであったじゃないですか。ああ完全にもう完全にプラスチックだから。前のやつはこれでしょ、これこっちでしょ。ああそうか、そう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 、あそうそう。けどこうメーターフードとかはもっと柔らかい合皮が貼ってある。でシフトも、シフトちょっとこのトラックっぽいっすね。多分合皮だけど貼ってあるよ。そうだね、トラックだねこれ。でナビモニターは意外にちっちゃいっていう。まあ昔に比べたら大きいけどね。シートヒーターと。そうだね。ET シートこの辺がついて。あ、こういうやつなんだ。いやーでもこれハイエースだな、なんか。確かにこの開き方がね。これハイエース。いやもう音とさ、このシューとかないじゃん。はい、これシューとかあればさ、ガシャッとガシャッってハイエースだねこれ。理想としてはやっぱりなんかね、ちょっとコンソールつなげてほしかったな。あ、ここいらなかったなこの空間。なんかこうちょっとこうゴイーンっていう。あ、で、サイドブレーキハンドだ、ハンドブレーキだ、いいじゃないですか。いや、さすがにこれはダメだと思ったのかなこのビジュアルでこのブレーキはあかんってなったのかな、わかんないけど。ハンドブレーキだ、すげえ。あとね、思ったんだけどね、ハンドルがねこう手動でチルドとテレスコなんだよね。これちょっと電動にしてほしかったな俺。これ安全、嘘でもいいから。運転装備みたいなのはついてるんですか。ついてるんかね。でもなんかレーダー的なのとかクルフコン的なのとかなんかいろいろついてるよ。あ、レーンキープついてる、レーダーついてる。アクティブクルーズコントローラー、アクティブクルーズコントローラーどうかな。クルフコンついてでもレーンキープついてるから結構使えるかもね、でこの辺がやっぱりディーゼルなんだよな、 DPF。 あ、ディーゼルなんですかこれ。これディーゼルだよ。音やばいよ、かけるよ。ちょっとかけます。ハイエースですほら安心感のあるサウンドが、はい、ハイエースです。あとねすごい、ちょっと見てこれ、これかけなくていいのかな。
ここビューカメラマークがあってビューってここ書いてあるんですけど、ここがなんとポチッ、すごくないこれ。いやランドビューついてるけど、ちゃんと自動で一周回って、しかもタイヤのこの影も出るんで、今のトヨタすごい。俺の脱いだ靴だ何なんだろうこの最初の一周回ってから車になってくれるんだ、すごい。あ、これ動かす前にってこと、一応周囲を全部確認してからってこと。そうかもしれないです。すごい。そしてミラーが液晶ミラーになってるね。それアルファードもそうでしたね。あ、そうなんだ。液晶ミラーいいよね。結局液晶なんで肉眼より夜間とかよく見えるっていうか視認性が高いんですよね。はい、はい、カメラだとその映像の処理ができちゃうんで、暗いところでも明るく映したりとかできちゃうんで、今もうみんな液晶に切り替わってきてるんですけど、グランエースも液晶ミラーになってます。はい。でこの辺は正直こんな感じでしょうか。あ、これメーターの表示もハイエースになってる。ハイエース、ハイエース、なんて言えばいいんだろうこれ。ちょっと後で見て、これハイエースだこれ、あれシートでも運転席もこれパワーシート、あ、一応パワーシートなんだ。でもメモリーが付いてるみたいなシートじゃないから、あ、例えばドア開けてこうシートがちゃんと下がってくれて、ハンドルがこうかけるときに下がってきてっていうのじゃないんで、本当に後ろに乗るくれますね。そうだね。そして後ろに乗るのもなんかもうシートにこう全力を注いだ、はい、うん、なんかその内装の質感とかなんかそういうのにこう気を配った車というよりかは、こう本当に目つぶって快適に移動する車っていう感じ。へえ、この白いカバー何なんですか。これ小物入れでございます。ああ、分かんない。だからいつも思うんだけどこれ謎だよね。トヨタよくついてるよねこれ。何入れるのかなこれ。ペン、あれかな、スモーカーパッケージみたいにすると灰皿ついてくるのかな。よくついてるよこれ。あとね、なんかこの辺のエアコンの出っ張りとかはね、ハイエースだなと思っちゃうじゃない。そうですね、うん、なんかこうポクしてるけどさなんか、あ、収まんなかったんだなみたいな。そうなんだ。これでいくらですか。いくら、650万ぐらい。もうちょっとするの。すげえコストカットしてますよね。うん、すごい。いやでも逆に言うとこれを650万で作れるってすごいと思う。すごくない？みんななんかエグゼクティブラウンジ買うよとかって言ってたけど、だってあれじゃ、だって快適に6人は移動できないじゃん、まあ、快適に後ろの3列目死んでるでしょだったら、はい、快適に6人移動するんだったらやっぱりこれ。確かに。ちょっとじゃあボンネットとトランクも見てみますか。はい、はい、うわ重った、重た、めちゃくちゃ重てえボンネットが。嘘でしょこれ。油圧のダンパーぐらいつけてくださいよ。なんかでもハイエースのビジュアルでここにエンジンがあるとすごく違和感がある。なんか次期ハイエースもやっぱりボンネットがつくっていう、なんか衝突安全かなんかの関係で、やっぱり直にキャビンだと危ないっていうんで、まあ今みんなボンネットがつくようになってきてるみたいなんですよ。でそれの関係で搭載エンジンもこう下から上に、だからボンネットが重たいんじゃないですか、分厚くて。あ、そうなのかな。そこで全ての吸収。あ、でもちゃんと袋になってるよねこれ。はい、なんかもうこの辺はもうザ・トヨタ、もうなんか20万キロのぐらい乗っても一切壊れなそうな雰囲気が醸し出されております、はい。でこの辺なんか余計なカバーつけたりとかしないんだね俺。あ、そうこれ。もうちょっと、もうちょっとなんかやってあるかと思ったけど、重たこれ、めっちゃ重たいよボンネットで。もっとすごいのが噂じゃトランクがもっと重たいっていう。はい、ちょっとトランクいってみますよ。開けます。わっ、うわ重った。ちょっとその前にカメラが2個ついております。アラウンドビューとバックかな。あ、はい、違う違う、液晶ミラーか、液晶ミラーとバック。うわすげえ。そして見てくださいこれ、紐ストラップそしてこれ、ハイエースです。これかろうじて色が塗ってあるけどハイエースです。かろうじて、へえ、大丈夫ですかこの辺とか。
タイヤ、え、あ、これスペアタイヤか。え、スペアタイヤ積んでんの。あ、そっか、 LT タイヤだからスペアタイヤ積んであるんですね。あ、このご時世に。あ、見えます、これ見えないか。でも、あー、まあでも後ろから見るとちょっと見えちゃうね。すごい。で、これがすっげえ重てえっていう。これ女の人締められる、これ重いっすよね。重い、めっちゃくちゃ重い、まあ、新車だからダンパー効いてるっていうのもありますけど、これはきついぞ。そんな感じでございます。はい、でもイージークローザーついてたの。あ、そう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 、これソフトクローズついてるんで、ほら、だ、まあ慣れればそんなでもないのかもしれない、スーッて閉めれば。プレミアムっていうのがなんかその上級グレードなの、わからないです、ちょっと我々には分かりません。はい、こんな感じです。ちょっとこれマック行ってみようか、じゃあ。はい、はい、ちょっと乗ってください、じゃあ。ちょうど今ちょっとこれから試運転してみようと思うんですけど、ちょうど今あのお使いをもらったんで、ボンドボディとあとガソリンスタンドにガソリンを入れていきます。ちょうど今パラッポなんで、はい、ETC カードが挿入されていません。え、マジ、この声がな、ちょっと、いや、変えてほしいんだけど、悩みますよね。そう、みんな同じ声なんだ。ハイエースやんこれ。いや、でもハンドルの質感とか悪くないよこれ。うわー、もうこれハイエースだよ。いや、でもね、なんかハンドルいいよこれ。いいっすか。うん、乗った感じと、新車だからじゃないですか。いやいやいや、だってハンドル、こんなレザーのハンドルないでしょ、ハイエース。ああ、それはそうっすけど、ハンドルはなんかね、アルファードみたいな。確かにステーリングはアルファードですよね。そうだね、高級感あります、割と。なんか足回りも結構チューニングされてて、バンじゃない足回りになってるみたいな、乗り心地すごく良くなってるらしいです。でもちょっとこういろんなところにチープさが垣間見えます。でもそういう車じゃないんだよね、まあ、多分、うん、なんかそのそれこそこの間ロールスじゃないけど、もう見えるところ全部こう税の限りを尽くした車っていうよりかは、本当に大人6人が快適にこう移動できるっていう車。走行距離は、走行距離ただいまですね14キロでございます。はい、はい、そしてね、やっぱりね、眺めいいよこれ、すげえ床が高い、めっちゃ床高い。あ、でちゃんとこういうさ、アラウンドビューついてるからさ、運転のしやすさとかめちゃくちゃ考えられてるんだね。ブラインドスポットもちゃんとついてるじゃんこれ。で、エアコンも独立だし、アイドルアップ。寒い時ですね。寒い時に、そう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 。あ、ここに、あ、石がハザードが、ドリンクホルダーになってる。本当だ。ここも。いや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 、これね、すげー乗り心地よくはなってるけど、ハイエースだよ。このロードノイズがハイエースなんですよ。まあ LT タイヤだからね。その辺は。ああ、そうだね。これ車検っていうか保安基準的に OK かどうかわかんないけど、普通のなんていうのタイヤに変えたら、多分もっと全然良くなると思う。ただこの荷重が支えられるかどうかも知らないけど。そしてこのパネルすっげーメタリックなんだねこれ。そんな重いですかね、この車。わかんない。シートヒーター。これ何が表示されるんだ。あ、シートベルトか。うわ、液晶ミラー慣れないとこれすげー違和感あるな。すごいね。足回りっていうかタイヤだねこれ、やっぱり。そうですね。 あとエンジン音がどうしてもやっぱり。そうだね。いや、でもハイエースより全然静かで、やっぱり床下じゃないから、ボンネットだから、なんかお尻の下ちゃんとうるさくないもん。
ース友達だったらちょっとそうなんですけど、でもハイエースたまにさ豪華にしてる人いるじゃん、カスタマイズして、はい、あれよりかはまあああいうの乗ったことないけど、多分メーカーがちゃんとやってるだけあってその辺はしっかりしてると思う。ライトもちゃんとオートだしさ、ワイパーもオートだしさ、この辺のな作りかな。これつなげてほしかったな、あれ V クラスみたいに。でこれも取れちゃうしさ、あー、でも一応こういうの貼ってあるけど大丈夫、この動画大丈夫です。いやだなんて、もうベタ褒めしてもこいついいことしか言わねえなっていう、これ トヨタの回しもんじゃねえのみたいな、そんなことないです。はい、はい、まあ、それぞれの車の良さがあるんで、はい、そんなこの間アップした7000万円のロールスと一緒にしちゃダメです。ゼロはだって1個違うんですから、はい、いやいいよ、でも全然なんだろうね。でもこれ例えばこれでさらに荷物が積めれば大人6人でなんか快適にゴルフが行ける車とか旅行が行ける車ってなんかこう、はい、分かる、なんかコンセプトが見えるけどさ、はい、これ人が乗ったら荷物ほとんど積めないじゃん、はい、その辺がちょっとこう見えないというか、あどうなんだろうねこれ。でもこれ以上でかくてもまあ車おかしいし、どうなんだろうな。だちょっとした荷物で大人6人が乗る車、はい、あんまりシチュエーションが思いつかないんだけど、これちなみに6ケツなんでカスタムするとしたら BC、 ああまあ一応6ケツの設定があるホイールあるからね、はい、まあ、履かせようと思えば。すげえスポークぶっといのが上がってきそうな気がするけど、ああでももともとあれかトラックシリーズのやつは、あそうですね、スポーク太めのデザインになってんだっけ、合成取り計算して、あなるほど。いやでもこれ絶対人気出ると思う、カスタムの需要も絶対あるし。そうっすかね、だってベルアルアルベルもあれだけ売れてるしカスタムの需要あるじゃん。でもハイエースとかもものすごいじゃん、パーツもすごいし、カスタマイズの需要とか盛り上がってるし、ファミリー層はこれ買うぐらいだったらアルベル買うんじゃないですか。どっちだろうね、ハイエースとかすごいよカスタマイズ。いやもうそれ車が安いじゃないですか、だってあーまあね3台分ぐらいいくじゃないですか。そうだね、いや3台いかないよ、ハイエース200万円いかないもん、バンでしょ、何にもない、エアコンもオートミラーも何もないやつでしょ。それだったら買えるけど、だってハイエースだってまともに装備つけて買ったら300万400万するからね。でそれに豪華な椅子600乗せていろんな快適装備つけたらやっぱり、おハイテングストップだった、600万円だとどうだと思うよ。なんだろうな、もうちょっと長ければいいのかな。ハイエースです。加速もハイエースです。あアルベルの方が全然速いね、アルベル3リッターの方が全然速いね、うん、3.5 か、ああでもまあそうだね、乗り心地は割とよくなってる、ハイエースより、うちの営業車のハイエースより100倍乗り心地いいね。だからロードノイズちょっと気になるな、この手の車だと。これでもパネルとかもドアとかも全然ハイエースより重たいじゃん、はい、これ多分やってあるよね、なんかちゃんと貼ってあるよね、うん、あのハイエースみたいに安っぽいバンっていう締まり方じゃないもん、一応アルベルみたいなあのぐらいのドアの重さある、後ろのリアゲートもそんな感じでしょ、うんうんうん、遅い遅いめちゃくちゃ遅い、これ何馬力だろうね、調べます、めっちゃ遅い、まあ、ディーゼルだからトルクはあるけどめちゃくちゃ遅い。いやーそしてね車のでかさをめちゃくちゃ感じる、でかいこれは。どこら辺がでかいですか。いやなんかね助手席の A ピラーがめっちゃ遠い、めちゃくちゃ遠い、ただ運転のしにくさはない、でかさは感じるけど、ミラーすげえ視認性いいし、そして意外に小回りが効くらしいんで、ちょっと今 U ターンしてみます。なんかハンドルめっちゃ切れるらしいんだよね。わっすげえ U ターン、すごいぞこれ、この車すごいぞ、すごい、
めっちゃ小回り利く。見てなかったっす。いやあそこをほぼ一車線ぐらいで U ターンできたよ。いやすごい、これはすごいぞこの車。ステーリングバンクついてるんですか。バンクついてる。いやわかんねえ、なんかね小川さんによるとすっげえ45度ぐらいまで切れてめっちゃ小回りが利くって話。これどっちだ。右っす。右？こっち？左にはなかったっす。ディーゼルです。はい、こっちか。皆さん急行は左です。よいしょ。果たして何リッター入るでしょうか。もう今一メモリないぐらいなんで、これ今ちょうど一メモリ半メモリぐらいかな、10分の1か10分の2ぐらいなんで、ちょっとこれでどのぐらい入るのかちょっと入れてみたいと思います。お、54リッターでございます。意外に入らなかったね。でもだから5人だったらめちゃくちゃ快適に移動できんじゃない。あーこれちゃんと前の車が行ったら行きましたって出るんだね。アルファードもそうでした。あ、そうなんだ。それちゃんとついてるね。この撮影して、あーもうね全然ね、ハイエースのあのバタバタした感じ全然ない。確かにポン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 跳ねる感じない。跳ねる感じないね、一切ない。全然乗り心地はいい部類だよ。でもトラックって感じします。そうだね、乗用車の乗り心地では決してない、はい、うん、ただ全然十分静かだし、っていうか外の音も聞こえないよね割と。ああ、ハイエースって外の音とかさめっちゃ聞こえるじゃん。ちゃんと外の音がね聞こえない。意外と尺の長い動画になりそうなんです。カットしてカットして、ちょっとマイナスのことを言ってるやつはカットして、はい、いやほぼほぼマイナスですよ。いやでもそれは我々がこうなんていうの、押収者とかとこう無意識にこう比較しちゃってるからだと思う。あ、うん、だ比較対象が同クラスの車とか同価格の車になれば全然悪くないと思うよ俺。ただなぁ、650万ぐらいだっけ、600万だっけ、650か。車好きだったら選ばないじゃんこれ。まあそうですね。でしょ、本当だから送迎用で。そうだからもう本当に特殊な用途だよねこれ、はい、だって車が好きでなんかちょっと高級な車乗りたいとか、走りが楽しい車乗りたいとか、例えば屋根が開くような車でちょっとその運転が楽しめる車に乗りたいって言ったら、もうだって600とか出したらものすごく選択肢が広がるじゃん、はい、うん、だからそこ行かないでこれ買うっていうのはもう本当に相当特殊な用途だから、送迎とかだから本当にだから個人で使うあれなんじゃないのかな。だからもうあとはハイエースとかでこういう内装が豪華なのが欲しいっていうちょっとニッチな層だけど、そういう人たちにこうドストライカーの車じゃないので、だからうちの会社みたいに本当になんかこう送迎使ったりとかっていうのはもう持ってこいだと思うよこれ。確かにでもさ、普通にセダンで迎え行ったら快適に移動できるのって3人までじゃん、はい、3人っていうかどっちかっていうと2人までだよね、はい、だこれだったら4人快適に迎えに行けるよね。そうだよね。だそう考えると結構いいのかもしれない。だから今回のオートサロンみたいにさ、はい、例えばその海外のメーカーの人が来ました、それじゃあホテルまで迎え行きますとか、6人乗れるんで。まあまあまあ ね、うん、そうだね。普通セダンとかってさ助手席こう、はい、乗せちゃうと後ろの座席がさどうしても前の座席もちょっと後ろ気味にするし、例えばリクライニングとかすると、はい、後ろの座席まで結構こう迫ってきちゃうけど、これならだって助手席結構リクライニングさせたり後ろ下げたりしても全然スペースあるもんね。運転手はもうともかくとして5人が本当に快適に移動できる車、本当に向かい込むとか送迎とかも完璧だよねこれ。ロペグランエースやりそうじゃないですか。やりそうだね。特別編とか言ってやりそう。じゃあ最後言っとく。いやいや3点コストパフォーマンスつって3点つって、ロペも全部絶対乗ったら同じレビューになると思いますよ。そうかな。いやでもあの人たち結構レビュー変態じゃん。そうっすか。うん、なんかすごいと思う俺話術とさ。そういうところをそうやって見てるんだみたいな。
もなんかこれといったすごい機能がついてるわけでもなく、うん、本当足としてっていうか、そうだね、道具として完璧です。まあ、一応いろいろな突っ込みどころはあるけど、リアゲートが飛んで突っ込むのが重いとか、新車だからっていうのもありますよね、まだ。そうだね。あとはなんか電動のやつとか出てきそう、キットとか。ああ。うん。ボディもいい車いっぱい入ってます。入ってるな。あれ？あ、違うか。びっくりした。992かと。はい、というわけで今回の動画はボンドグループに新しく届いたグランエースプレミアムをちょっと乗ってみるっていう、そういう動画でした。ボンドグループ基本的には欧州車メインで取り扱わせていただいてるんですけれども、まあ、レクサスだったりあのトヨタのこういった車だったり、あの一部国産車もあの得意としてますので、ぜひお問い合わせください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。